28番内藤智文、この辺りはもう誰が勝ってもおかしくない感じですね。ポイント的にはね、結果次第になります。さあ内藤智文、珍しい東京育ちの選手、優勝へ向けて2回目テイクオフ、体をぐっと前に出して伸ばしていきました。ビッグジャンプ、ガッツポーズ、3度出ました。浅井がじっと見つめる中、 141.5m、 これはそしてトップに立ちます。トップに立つには十分、 171.9 ポイント、多彩にプレッシャーをかける。ガッツポーズも飛び出した内藤智美。